中映社 CD ドラマ黒子のバスケ部室掃除編お片付けといきますか。練習行こうぜ、黒子。って寝てるし。寝てません。今、つったろ。なんでいつも俺ばっか怒られんだ。寝てません。さて、今日の練習も気合い入れてかねえとな。ウィンターカップ優勝目指して。まずは、次の切り裂き第一戦ですね。誰が来ようが叩き潰してやるぜ。おい。あ、古畑君、福田君、川原君。おいっす。寒い。なんか本格的に寒くなってきたよな。俺は寒いの苦手だ。俺髪伸ばそうかな。頭寒そうだもんな。川原、よく考えたら坊主の必要なかったし。この部、あ、先輩たち。おう、来たか。チョス。チョス。おめえ誰だ、こんなとこにこんなもん。先輩、この一斗缶は何ですか。もしかして焚き火とか。お、いいね。なわけねえだろ。しまった、さつまいも買うの忘れた。だから焚き火じゃねえっての。今日は部室の掃除よ。部室の掃除。明日風紀委員会の生活指導が入るんだ。検査に引っかかると何かペナルティーがあるらしい。そもそも今年まだ一度も部室掃除してないしね。いや、そんなことより次の切り裂き第一戦に向けて練習を。今日は休み。試合まで1週間ある。きっちり休んで準備はそれからだ。焦る前にやることをやる。わかった。わかりました。おー、悪い悪い、遅くなっちった。コガ、何やってたんだ。水戸部までちょっと居残りでさ。って何これ。見りゃわかるでしょ。ろくでもないもんは全部燃やすわよ。え、うん、まあ汚いだけならいいけど。前みたいに除去し物とか出てきたら、リコ練習5倍にしたい気分。おい、やばくね。大丈夫、事前にアダルト系はチェック済みだ多分。ん、何の話だ。なんでもねえよ、清。邪魔は一丁。お片付けといきますか。わあ、うまい。これよう、いたのか淳。ああ、ムロチン。やっぱり秋田の冬は厳しいね。部室に来るまでにもう雪まみれだ。それよりこれすっげえうまいよ。またお菓子食べてるのか。新発売のポテチ、ボルシチ味。ボルシチ味ってまたニッチなところ。隠し味のサワークリームが絶妙なんだよね。シベリアの味がする。ところでアチシ、知ってるかい。何。先輩から聞いたんだけど、今日部室のロッカーのチェックがあるらしい。荒木監督が年に何回か抜き打ちでやるんだって。てか、事前に言ったら抜き打ちの意味ないじゃん。福井先輩がこっそり教えてくれたんだ。極端に汚れてたり、部活に関係ないものを置いてたりしたらペナルティが与えられるって。ふん、そうなんだ。ずいぶん余裕だね。アツシが一番心配なんだけど。ひどい。そんなに言うなら俺のロッカー見てみなよ。おう。見かけによらず綺麗好きなんだね、アツシ。どういう意味。怒るよ、ムロチンでも。ソーリー。けど安心したよ。足の踏み場もないとはまさにこのことですね。改めて片付けるつもりで入るとすごいな。ああ、もうくじけそうだ。どこから手つけたらいいかわからねえ。
ちょっとテキパキやらないと日が暮れちゃうわよ。うわ、カビてる。青カビ、黒カビ、それに見たことないキノコ類で一面を覆われてる。これが腐った海、深いか。てか誰のロッカーだこれ。焼き払え、ロッカーごと、餌物質ごと。できるか。なんか出てきた。何よこれ。コンビニのおにぎりみたいだが、いつのだ。おにぎりってか、真っ黒なゲル状のもんじゃねえか。袋まで青紫に変色してるけど、かろうじて読めるな。ツナマヨネーズ。今中身が勝手に飾って動いた。何なんだ今の。もうやだ、マジか、入りて。よし、もう出てきたもん片っ端から焼くわよ。燃えてしまえ、何もかも。監督、よし、気を取り直して片付け開始だ。まずはロッカーの外の不要なものを運び出す。了解。お、クリスマスツリー出てきた。なんで。これでクリポは完璧だよ。ウィンターカップは年末だろ、行く気あんのか。みんな、どういうわけか花札があるぞ。どう考えてもお前んだろ。掃除終わったらみんなでやろう。やんな。面白いのに花札。ウクレレとタンバリン。引くな。イルカ型の浮き輪はいるか。いらん。ケロスケのぬいぐるみ。もっと。燃えろ、燃えてしまえ。そして1時間後。これいつもの練習よりある意味きっちりぜだな。よし、なんとか全体は片付いてきたな。次は各自ロッカーの中をやるぞ。あいあいさーに。僕がパンツの海に。お前何枚パンツ溜め込んでんだ。たくバカ野郎、俺を見習え。ヒューガのロッカーの中、なんかジオラマできてるけど。長篠の戦いだ。1575年、武田軍の騎馬隊が織田軍率いる最新鋭の鉄砲隊に惨敗を喫し、これを境に戦のあり方が根本的に変わった。分かった分かったから落ち着け、ヒューガ。何やってんだよ、キヨシ。相変わらず、ミトベはロッカーの中を見せないんだな。いい動きだ。さすがイブシギンのディフェンス。そういや、俺も気になってたんだよね。なあ、ミトベ。そろそろ教えてくれてもいいだろう。うんうん。なになに。うん。なるほど。それで。あ、コガだけずるいぞ。え、マジかよ、認め。あ、おい、どうした。いや、これを見せるわけにはいかないだよな、認め。余計気になるじゃないか。たく、どいつもこいつも見なさい、黒子くんのロッカーを。うわ、普通。突っ込むところが一つもない。なんだよ、黒子、つまんねえな。もっと、こうさ。お前今何隠した。おいよ、見せろ。別に怪しいもんじゃねえし。さては助教し者はお前のか。ちげえよ。えっ、よっしゃ、取ったぞ。返せ。福田、こっちにパンス。お、どれどれ。テストの答案だ。12点。鏡、お前な、あんだけ特訓したのにまた証拠りもなく。まあ、そのしかも英語ですね、これ。もうお前帰国しろ、やめろ。どうやって。あ、そうだ、ムロチンのロッカーは。なんなら手伝ってあげるよ。あ、こら、勝手に開けるな。いいじゃん。おお、写真がいっぱい貼ってある。こういうとこはアメリカンだよね、ムロチン。なんだよそれ。何この写真。ちょ、え、
ムロチンと一緒に写ってるこの金髪のお姉さん誰？超美人じゃん、セクシーだし。うん、まあそうなのかな。やっぱムロチン、アメリカまで行っちゃうだけあって金髪が好みだったんだね。アメリカに住んでたのは親の都合だし、別に金髪が好みってわけじゃない。じゃあ誰なわけ？俺のバスケの師匠だよ。へえ、この人が。で、どこまで行ったの？話聞いてたのか？そういう関係じゃない。なんで私が小金井くんのパンツ燃やさなきゃいけないのよ。おい、リコ。おう、なに、てっぺ。懐かしいものが出てきたぞ。ほら、これってバスケ部を結成した時の記念写真。ああ、ヒューガくんにてっぺ、伊豆木くんに小金井くん、水戸部くん、土田くん、そして私。すべてはここから始まったんだ。そうだね。鉄平もこうして戻ってきたことだし、1年生もすごい逸材が揃ったし、今年はいけるよね。ああ、必ずな。屋上での誓い忘れてないぜ。うん。だいぶはかどりましたね。だな。伊豆木、お前さっきから時計ばっか気にしてどうしたんだ？明日の生活指導のことで呼ばれてるんだ、委員会から。ああ、そういやお前風紀委員だったな。じゃあ行っていいぞ。でも部室の掃除は。こっちはもうすぐ片付くから。ほら、本当に行って委員会。早く行け。悪いな。たく、黙ってりゃモテるのに。残念なやつだよな。伊豆木先輩と入れ替わりに2号が来ました。おお、なんだ、どうした2号。伊豆木先輩のロッカーに何かあるみたいですね。ああ、気になるな。ちょっと開けてみるか。はい。これは膨大な数のノートが整然と並んでる。なんだなんだ、どうしたの。いや、伊豆木のロッカーにさ。おお、もしかしてバスケのテクニックとか戦略とか書いてあるのかな。ちょっと見てみましょうよ。じゃあこれ。え、伊豆木俊マル秘ネタ帳ボリューム24。これ全部ネタ帳なのかよ。しょっちゅう何か思いついてはメモってたのは知ってたけど、これほどまでとは。呆れて物も言えん。いいじゃん、一巻から読んでみようぜ。黒子。はい。ではボリューム1。猫がにゃいた。え、何今のダジャレ。ごめん、全然分かんなかった。カレーが吹っ飛んだ。布団じゃないのかよ、意味わからん。まだ試行錯誤の段階みたいですね。他のも見てみようぜ。次はボリューム51。まだ半分も来てないとこがすごいな。行くぞ。バスケットボールを蹴っ飛ばす。ほう、そうきたか。足利将軍に足かがせる。ホイッスルをポイッスル。あ、私としたことが伊豆木くんのダジャレで笑っちゃった。ほんの少しずつですが進歩してますね。ひょうひょうとしてはいるが、伊豆木は聖林一の努力家だからな。努力の方向間違ってるんすけど。2号も苦笑いしています。次は、お、みんなの名前使ってる。聖林編に突入ですね。まずは清からか。清の家庭教師。あ、うまい。水戸部に見とれる。これ確か試合中に言ってましたね。ああ、正方線な。よく覚えてんなお前ら。あ、俺だ。小金井信二は信じない。小金井で思いつかなかったんだろうな。どうせなら信じてほしかったけど。じゃあ気を取り直して次、リコと離婚しツッチーバツイッチー。合わせ技できたか。つか内容ひどいな。さっきから何が面白いのかさっぱりなんすけど。
お、1年編もあんじゃん。マジっすか、なんか嬉しいな。先輩の愛を感じるぜ。じゃあまず、クロコのペットはクロコダイル。爬虫類はちょっと。鏡が鏡込む。は、だから何なんすか。それがダジャレってもんだ。これは福田の着る服だ。今まで10回くらい言われたな。フリーターフリハタ。俺学生だし。パワハラのパワハラ。上司じゃねえし。お、水戸部が受けてる。もういいだろ、終わんねえぞ掃除。だいたい片付いたね。あ、そういえばそこのさ、アツシの隣のロッカー、今誰か使ってたっけ。え、いや、誰も使ってないよ。どうしたの。いや、よく考えたらさ、アツシのロッカーにお菓子が一つもなかったのは妙だなって。全然妙じゃないし。ちょっと開けてみよう。ああ、マイウボウにポテチにせんべい、ビスケットにチョコレートにマシュマロ。インクレディブル。アツシ、お前一つ空いてるのをいいことにお菓子専用ロッカーにしてたのか。あらら、バレちった。チェックが入る前に何とかするんだ。もったいないけどいいな。やだ。チェックに引っかかったら荒木監督から何されるかわからないんだぞ。しかも全員連帯責任だ。ブー。俺はちょっと監督の様子見てくる。さあ急いで。はあ、めんどくさ。以上、全108巻。半端ねえな、あの人。半端なく残念だぜ。あれ、そういえばヒューガのネタなかったよね。え、確かにそうだな。実はさっき気づいたんですが、107巻だけ行方不明なんです。じゃあそこにヒューガのネタがあるかも。ええ、多分。ですが、ないものは仕方ありません。諦めましょう。待て。はい。気になるじゃねえか。なんで俺だけねえんだよ。探せ、総力を上げて探すんだ。どうでもいいんじゃなかったのかよ。ですか。そっちはどうだ。ダメだな。福田、ちょっとロッカーの上見てくれ。ないな。ヒューガー、こりゃ無理だわ。もうこれ以上探すとこないぞ。いや、まだ探していない場所が一つだけある。どこだ、キヨシ。不快だ。いや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 、さすがにそこはなあ。いや、なんか奥にすげえそれらしいもんがありますね。あの謎のキノコ類の奥か。よし、じゃんけんで負けたやつ取れ。一年。いやです。先輩命令だ。なんだよそれ。いつも先輩先輩って。日本だけだぞ、そんな年だけでさ。ああ、 This is Japan。 ここでまさかのクラッチタイム。ヒューが英語変だよ。 Here is Japan。 いや、合ってる。おお、そう。なんか帰国子女に言われると自信つくな。テスト12点だけどな。とにかく誰がやるか決めろ。しょうがない、やろうぜ。恨みっこなしですよ。せーの、じゃんけんポン。あ、うわ、やったー。クロコと鏡に勝った。よっしゃー。なんかやたら嬉しいんだけど。鏡くん、クロコ、まさかお前とこんな風にやる日が来るとはよ。負けません。俺もだ。お前の考えなんざ手に取るようにわかるぜ。それはお互い様でしょ。早くやれ。じゃあ、ケン、パン。よし、クロコおめでとう。ありがとうございます。さてと。嫌だ嫌だ。バカ野郎、往生際悪いぞ。トラだろ。トラじゃねえし。男に二言はありませんよ、鏡くん。くっそ、覚えてやがれ。
なんか動いた。気のせいだ。突っ込め。ああ、リゴが逃げてしまったぞ。あまりの匂いに犬の嗅覚では耐えきれなかったんでしょう。お待たせ。いいかよ、終わったよ。あ、また入れ替わりに伊月先輩。なんか今二号が一目散に逃げてったけど。てか、なんだこの匂い。何やってんだ。お前は関係ない。邪魔するな。いやいや、張本人だし。話が全然見えないんだけど。無理無理、もう無理。貴様、もっと奥、あと5センチ。これ以上腕伸ばした顔が、顔がロッカーに。鏡、頑張れ。あ、よし、掴んだぞ。そのまま引き抜け。行くぞ。なんだこの本。カビだらけでよく見えないけど。月刊ナースクラブ、美巨乳ナース夜の看護、しかもデラックスって。っ、楽しそうね、みんな。あ、いや違うんだ、これは。お前ら5倍、おかえり、ムロチン。片付けは済んだかい。バッチリだよ。ほら。へえ、あれだけあったお菓子がすっかり。やればできるじゃないか。まあね、捨てるのもったいなかったけど。うん、アツシ今。え、何。今おいしい口しただろ。おいしい口しただろ。何、おいしい口って。さては、アツシ、お前。あ、まさか全部食べちゃったのか。うん、ほんの10分かそこらの間に。うん、捨てるなんてお菓子に対する冒涜だかんね。あ、練習前にそんなに食べて動けるのか。全然余裕だし。あ、まだカバンに残ってた、ラッキー。ムロチンも食べる。しょうがないな、アツシは。121、121、122、122。監督、今日練習休みって言ったよな。言ったよな。123、123。あんなもの読む元気があるんだから大丈夫でしょ。てか、なんで俺まで。話が見えないんだけど。全部お前のせいだ。せめて4倍にしてください。ダメ。クロコ、死ぬなー。